えっと、質問なんですけども、私は会社の社員として働いていますが、誰よりもお客様のことを考えています。でも、他の社員や上司はお客様のことを考えているようには見えないんです。まあ、どうすればいいんでしょうか <laughs> ってことなんですよね。いや、どうするもこうするも、まずはいつものように、自分ごとのお客様のために働いてるっていう意識から、あちょっとね、解釈していきますけども、あの、お客様のことを考えて行動するのは、まあ、当たり前なんですよね。 でそれは他の人ができていなくても自分だけできてればいいんですよ。そして自分だけができていたらできてない人がどうやったらそうなるのかなっていうふうに興味を持ってくれます。逆に言うとそういうふうに興味を持たれるぐらい教えてくださいって言われるぐらいじゃないとお客様のためにはなっていないと。自分がなっていると思ってるだけっていうレベルだと思ってください。見えてないわけなんですよね。自分では自分で行動したことが見えてるけども他の人から見えてないってことはそれは大してやってないっていうふうに考えた方がいいですね。 ね、私も筋トレをやってるんですよ。筋トレやってるけども、見た目に筋肉がもりもり出てきたねって言われない限りは、ああ、できてないなと思うしかないじゃないですか。自分はやってるつもりなんですよ。でも周りから見たらちょっとの変化だと評価はされないんですよ。まあそういうふうなもんなんですよね。他者の目ってのは。ですので、まずは自分のことをしっかりやることなんですけども、じゃあここで課題なんですけどもね、お客様のことを考えてやってるっていうふうに言うんだったら、まずね、私にその商品を売ってください。そして、 お客様のことをを考えてててますっいいう意識を私に見してくださいどうでしょうか、ね、いくらでも買いますよそれをで買うからちゃんと責任取って私のためにお客様のためにをやってくださいっていことなんですよで私が評価しますから怖くてできないでしょ <laughs> ねだからこういうことを突きつける方が誰もいないから自分なりのお客様のためなんですよだからどんぐりの性比べなんですねはっきり言ってねでまあここまで言わなくてもあの周りの人にね例えば家族とか お子さんがいらっしゃったらお子さんとか奥さんがいたら奥さんとか友達がいたら友達に商品をあげてその人に対してお客様は神様ですじゃないけどもお客様のことを考えてますよっていうふうにあの向かい合ってほしいんですよ。でできるかってことなんですよで。できてないとしたらどういうことかもしくは自分のそういった身近な人にお客様に渡すような商品を売りたくないと思うんだとしたらそれはお客様のことを考えてるとは言えません。というのが二十 <laughs> 数年経営者として生きている私の。 お客様ののためにやっている意識のレベルですえー、ですんでねあの難しいと思いますけども私もポカをすることが多いんでねまあでもそういうふうなあ考え方で私はいつもやってるってことなんですよ当然私は家族身内にもれなく自分の商品即家軸をはじめとして FX の教材とかね売れる限り売ってますからね <laughs> それは売れると思いますよいいもの作ってるんだからだから一番身近な人に一番売れると思ってますじゃなかったらあの関係性の薄い人に売ったりはしませんね で関係性の薄い人に言って関係性が強くなるってことを繰り返してここまで生き残ってきました。以上です